あの再現象。あ、そうなん。なんか見たことあるなと思ってた。もうこう聞こえてるんでしょ。え？今日ナギさんなんか持ってる？もう今度鳴らしてあげて。音音音音つってるから、多分なんか音出る前と思う。いろんな事件があったトンネルがすぐ近所にあって、はいはいはい、そっちと合わせてこの烏原貯水池やばいと。そちらのトンネルも引き続き検証をお願いいたします。はい、行きましょう。はい、さあ、というわけで先生、移動してまいりました。はい、行きましょう。なんすか、そのピヨンってな、ね、入ってないやつあるやん。え、入ってない。 それね、先生、あのさっきの現場で飛んどかないと繋がらないいや、思った今。え、言ってた思った。なんすか、ここは。ほんで、はい、こちらは、はい、あのこちらは別にいらない。いらの、あの、はい、トンネルか、言ってた。そうです、烏原貯水池の、はい、家だ。あれ、なんかいいやん、言い慣れてきたやん。カラスハラ貯水池。ああ、いいじゃん。見えた、いいじゃん。見えました。完璧ですよ。全然袖通す忘れてた。それ、あの撮影始まる前にチェックしてもらっていいですか。はい、近くのね、はい、トンネルやってまいりました。はい、こちらもこの貯水池以上にヤバいって言われてる指名スポットとなっておりますので、はい、今日は最近所プラス、プラスね、はい、トンネルということで。わかりました、よろしくお願いします。はい、ここで予約ですね、いよいよ。はい、烏原貯水池のトンネルでは女性の幽霊、少女の幽霊、男性の幽霊が目撃されているため、心霊スポットと呼ばれているそうです。1990年代あたりにこのトンネル近くで女性が暴行され殺害、遺棄されるという事件があり、被害者女性と思しき女性の霊がトンネル入り口に立っているという噂があるとのことです。本日もよろしくお願い申し上げます。2回目。トンネルですか。そういうことなんです。はい、ちょっと生々しい、どこもやべえとこばっかりやな。はい、曰くが生々しいので、うん、うん、リアリティなですよね。ちょっと空気もなんか変わってきたのかなという、うん、まあまあ、とりあえず行きましょう。はい、はい、では、またまたお付き合いよろしくお願いします。じゃあ、少々ちょいちょい。え、軽っ。なんておっしゃったんですか。ちょいちょい。あ、ちょいちょいね。はい、さあ、というわけで上り坂ですね。街灯もないので真っ暗ですね。うん、女の子がここで遺棄されてたっていうのは、まあ、犯人はね捕まったらしいですけど、実際にここに捨てられてしまった、悔しかったやろうなと思いますけどね。これなんで立ち止まってる感じですか。今の話って、はい、え、もう一回してもらっていい。え、もう一回、うん、その女の子の話ですか。うん、なんかいたずらされちゃったんですよね。うん、で、そのまま殺されちゃって、うん、うん、ここに遺棄されたっていう。うん、確か朝散歩のおじさんが犬連れてここを散歩してたら、そのワンちゃんがご遺体のところで吠えるから見に行ったら、まあ、発見につながったっていう、なんかそんな話ですよね。え？それはトンネルの中の話、外の話？外やと思いますよ。あの側溝でその遺体が見つかったってことなんで、ちょっとこのトンネルの右側なのか左側なのかわかんないですけど、側溝はあるんですよ。こっちか、はたまたこっちか。
まあでもここ、この辺りどこかに遺棄されてたんでしょうね。もう一回その話してもらっていい？もう一回ですか、うん、女の子の話、うん、初めからもう一回して、いたずらされた女の子は、うん、最終的に殺されちゃって、うん、その亡くなった遺体を、うん、この側溝に遺棄されたと、うん、まあ、犯人は捕まったらしいですけど、その遺体を発見したのは近所の犬の散歩してるおじさんが見つけたっていう話ですね。うん、なるほどな。え、なるほどなっていうのは、いや、その話をこう聞くたんびに、はい、お化けさんとか幽霊さんではないねんけど、はあ、そのなんて言ったらいいんかな、トリガーになってというか、その話題をきっかけに入り口が開いたというか、お化けさん幽霊さんじゃないんだけど、重い念の類かながブワッと湧き上がって、空気感が若干変わったから、私がその話をするたびに湧き出てくるってことですか。うん、めっちゃ悪いことしてます私。いや、そうではない、うん、これもこれでありやと思う。いや、あのね、なんて言っていいんかな、そのお化けさん幽霊さんの話ではなくなんねんけど、はい、その、亡くなられた方自体は、まあ、成仏されてたとしても、はい、念だけ残るっていうことがあって、あ、いわゆるあの残留死ね、そう残留死ねみたいな感じで、それが結局綺麗に拭いきれてないような状況下にここが多分あるんやと思うねんやんか。で、そのトリガーがあって、どうしても切り口とかがあって、そういう話をリアルにしたりすると開くことがあって、なんていうの、根本元から発生するって言ってんかな、発生するように見えてんねんけど私には、はい、それをさっきの音するやつえ、音するやつ、あ、なぎさんの、そう多分それのことやったと思うね。なんで音って言ってたんかって言うと、多分ここのことやと思うわ。え、多分ここ来るの分かってたんちゃうかな。この後こっちに来て撮影するってことが分かってたから、うん、多分音って言ってたんやと思う。それ音みたいな感じだったと思うね。むっちゃ興味持って見てたんやと思うねんか。さっきの鈴のやつってかな、うん、で空気の浄化だけしておこうか。どうなんでしょう先生、なんか変化。もっぺんやってもらっていい、もっぺん。ほぼ同じ。そうね。ゆるさん、逆行ってもらっていいかな。逆、私が、うん、こっち。逆からと。はい。こっち方向に飛ばしてるから。
いいと思います。これで今どうなったんですか。うん、元立つまではいかんかったかもしれんけど、だいぶ良くなったと思う。空気が、うん、空気晴れたというか澄んだということですか、うん、なるほどね。なるほど、うん、まあね、そういう残留思念とか残ってるのも本人さんとしては本意ではないと思うから、あ、いいと思います。いきますか、トンネル。はい、何もないですけど、いきますか。え、何もないですか。何もないですね。なんかあの滝畑第三トンネル、どうしたんですか。何ですか。今まあいいか。ちょっとあのめっちゃ気になるんですけど。めっちゃ気になるんですけど。いや、今誰か来たよな。一応ここが出ると言われてるトンネルですね。ないっすねって言いました。ないっすね。ないっすね。そうか、外から見てた方が雰囲気なかった。外から見てた時の方が怖かったです。はい、どうした？何？え？ゲージね。ゲージね。さあ抜けましたが、どうでしょう。やっぱり何もない感じですか。うん、ないっすね。さっきあのなんか後ろから誰か来たみたいなのは何やったんですかね。うん、分からへんけど、まあまあ別にそれぐらいはするんちゃうかな。また別のが近づいてきたとかいうことですか。うん、また別やと思う。全然違う男の人やったから、声は。なんか誰か来たんかなと思ってんけど、まあまあでも別に気にするほどではないかな。まあそれはそんなもんかな、そんなもんかなって感じ。そして多分このトンネルは全く関係ないと。そうですね。はい、なんすかそのねっとりしたやつ。どうしようかなと思ったけど、こうなった。迷った感じ。カラス原貯水池の近くのトンネル、はい、検証させていただきました。はい、はい、あれやね、カラス原貯水池で音音つってこっちに興味持ってはったでしょ。それやったらいけんじゃねみたいな感じだったかもしれん。これ繋がりましたね。うん、繋がったね。まさかの、ね、そんなもんやねんなと思いました。はあ、でこっち側のそのトンネル入り口の検証になっちゃいましたけど。そうですね。トンネル入るまでの検証でしたね。今日はねトンネルは何もないかなと思いましたが、はあ、まあそのなんかわからんよ、その事件の直で関わってるかどうかちょっと分からへんけど、その話をこうやり取りをさせてもらってるうちにバン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 とあまり良くないものの残留思念というか、そういうのがバッと膨らんできた、来て空気感が一気に変わったので、はい、ここからちょっと予想にはなってくるんですけど、そういうことがありましたっていう、良くないことがありましたよっていうことを種にして、良くないものさんが集まってきて、そういう話題が出るたびに膨らましていって良くない空間を広げていってるんかなっていう感じがしたので、全然言えてない。はい、なんかもう一回いきます。いや、いいです。いいですか。そんな感じになりました。はあ、なんかお化けさんが幽霊さんがとか、その子が未だにそこに留まっててとかっていうことではない。うん、まあ、あのその事件の子はおそらく上がられてるだろう、多分その気配はなかったので上がられてるんではないかなとは思うんですけど、まあね、その
思いが残ってるのも本人さんとしてはまあ不本意でしょうに でしょうに不本意だと思うんで、うん、まあまあいいんじゃないかなと思います。そういうふうに思い残すことなくというか、その場所っていうのをきれいにしといた方がいいかなと思ったのでしました。なるほど、はい。人間が肝試しで集まりすぎた場所が本当に心霊スポットになっちゃうみたいな、うん、そういう話に似てるというか、うん、それを体現した場所というか、うん、お化けさん幽霊さんも特にいらっしゃらないにもかかわらずって感じかな。よくの場所を作り上げてしまう元になるって言ったら分かりやすいかな。うん、なんかそんな感じがしましたね。あ、そう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 。カラスハラ貯水池の女性2人でしたっけ、うんうんうん、は今もまあいてらっしゃるのはいてらっしゃる、ね、いてらっしゃるのはいてらっしゃる。でうちお人方が、まあ、ヒントをくれたというか、うん、ヒントを教えてくれてたんだろうなっていう感じです。なるほど。かもうほんまに単に興味持ってたかもう勝手に我々がつなげてるだけなのかもしれんし、それは分からへんけど、まあでもヒントをくれたと思った方が幸せやん。まあ、なんかオカルトって面白いねっていう、そうそうってなるやんことですよね、うん、っていう感じです。わかりました、はいはい、ということで、カラスハラ貯水池とその近くのトンネルと継承させていただきました。本日もお付き合いありがとうございます。この辺りで失礼させていただきます。ありがとうございます。スブロコでございます、はいですね、ダムの湖つぶろこが、はい、もう全体が非常に強力な心霊スポットであると。これなんやねんやろな。人のものなのか。人のものではない。あ、ではないですもん、ね、ではない。いっぺん離れようか、いっぺん離れようか、はい、これちょっとまずいな。まずい。もう形変わっちゃって分からへんし、もう話なんかできる状態ではなかった。悪霊的なものに変異してるってことですか。うん、良くない方に向いちゃったんやろうね。向いちゃった果てみたいな感じ。しんくん、ここってこういう吊り橋がまだいくつもあるんですよ。はい、台にちょっともうちょっと奥に、はい、あるんで。なんかそんな話だったので、うん、どうやらこのシリーズ続くの。続きますね。さっきの吊り橋の向こうはだいぶきつかったっすね。じゃあ行くて、あかんて。この時もですね、先生、あの吊り橋が何本かまだあるっていう話を。そうです、はい、まだ序章なんです。実はあ、もうあのね、あの同じ人の例では雑ね、ちゃんとしてくれ。今くらいやった女の人。あ、女の人のレーベル。あ、のっぺらぼうも出ます。あ、出る。あ、だから不乱した女性が出るじゃないそれやったら抑えるダメなんですよ出る。お前らや、もうしんどいて。今その気持ち悪いのからは離れていってる感じ。もう大丈夫。山田ちゃんとしていたから。なんか近づいてきてしまったことはごめんなさいやけど、はい、追いかけてまで来るんやったら、はい、それは違うやん。追いかけて来るは違うやん。なるほどですね見つけてごめんなさい帰りますって言ってんねんから、はい、さ、追いかけて来るは違うやんそこは帰らせろよと、うん、帰りますって言ってる間に帰らせてなって。ああ、なるほどですね。追いかけてきてついてこられるのは困るって言ってんねんから、はい、ついてこられたら困りますよって言ってる間についてくるのやめてやっていう話なんだけど。おお、ん？なんだこの吊り橋。来ましたね。どうすか先生ね、この感じ、うん、ちょっと前に行きますか。大丈夫、何もないですか、うん、なんかすごい雰囲気あって、うん、こっからなんかえらいこったなるって。さっきの異形のまた B パターンがあるとかないですか。ない。何回またたまるか。ほら、あ、いや、ほら、なんか別に寝た。え、先生行かないですか。え、先生行かないです。先生忙しい。忙しい。あれ木や。木。
で、箸っすよ。箸、いけますよ。いかないっす。何してるんですか、先生。ゴーストチューブやってんの、ゴーストチューブ。ゴーストチューブってなんかあの幽霊見えるやつ。そう。ゴーストチューブで今探してんの。探してる？うん。その形を映らへんかな。え、映るんすか、それ。あ、ちょっと待って。あ、怖っ。あ、めっちゃおるやん。めっちゃおる？なんもないとこに、ほら、あ、ほら、おっとっとって今。大、ほら、見て、ほら、見て、ほら。ちち、え？チカチカって、ほら。撮影しないですか？え？何してるんですか？ゴーストチューブで今。あ、なんか左に。ほら、あ、パパパパ、ほら、そこ。あ、めっちゃおる、ほら。ほら。何ですか？え？ゴーストチューブやん、これ。何すか、ゴーストチューブって。人の影とか映る。影ちゃう。人の影？人がおるみたいな。ほら。お化けさんが、ほら、こんなんもないところに映ってた。お化けを可視化できるってことですか？そう。あ、そうなんや。箸、一個。糸で、これ貸してあげるから。これで？うん。映るかもしれんで。さっき何もないって先生言った。何もないよ。だからさっきは何もなかったけど、わからへんやん、そんな。今は。はい。これ。うん、いってらっしゃい。サブ、車入っとくで。で、まあ、対向車来たらあれなんで、じゃあ僕も車戻っときますんで。めっちゃ光ってんねんけど、めっちゃ光ってんねんけど。これ何？ GoPro？ え、違うよね。違うよね。違うよね。え、急に怖なってんけど、めっちゃ嫌や。これ、どうせなんもないって。めっちゃ反応してる。枝？枝に反応してる？枝に反応してる。で、じゃ、枝やから、これ、幽霊ちゃうよ、絶対。ちゃうよ。よし、行こう。ほんまに来へんやん。この、つぶろこの、真っ暗な、え？何それ？ずっとここおんねんけど、これ柱じゃないねんけど。そこにどなたかいらっしゃいますか？こうね。はい。待って。俺今日持ってないよな。持ってないよな。トランシーバー今日持ってないのよな。すごい怖く感じるけども、でもこれも使ってもらわれへんやろな。何もなかったっす。お疲れ様でした。怖いなこれ。えらいとこっすねこれ。坂道がすごい。カーブを越えたとこう。越えたとこう。これ。おお。なんか出てきた。見えるかな。赤い鉄橋やね。まだカメラでは見えてないか。これ怖。え、怖そう。怖。何これ。え、てかこれ。通行禁止。ここでストップっすね。行き止まりや。うん。車としては。うん。はあ、10名以上。の通行禁止、橋を揺らさない、サイクリング車、あ、つまり自転車以外の二輪車はあかん、バイクダメってことね。うん、原付じゃ行けなかったとこっすよ。原付あかんよことやね。そうなんす、やっとこそここに。これ、え？先生、なんかあれでしょ、大洞川吊り橋のような。大洞川、懐かしいな。じゃあ、行ってみましょう。めっちゃ吊り橋やん。うわ、ガタンガタン言ってる。うわ、うわ揺れる。結構揺れますね。うわ、怖い。ちょっと待って、怖い。こんなのかと、すぐなって。真っ直ぐ歩けて、もう。これちょっと。なんでそんな右左になるぞ。
ちょ何してんの何してんの。これジンバルに乗っけて歩いてるから見てる皆さんはそうでもないでしょうけど、ちょっと結構揺れてんねんけど右左言わなくて真ん中歩いて、え、なに、シンくんが揺らしてんの。ちょっとあかんて、何してんのよ。ちょほんまこけるて。ちょもうほんまに怖ホラーやわこんなん。ちょ歩いてみて、ほらもうちょっと右左歩いてシンくんが悪いねよ。僕ですか。ちょ歩いてみや、ちょ映してみや。あ、映してます。ほら絶対右左歩いてやれ。ほらわざとやん。わざとやん、もうそれシンくんわざと揺らしてるやん。そんなことないっすよ。ちょっと止まって。あ、揺れへん。ほら、揺れへんよ、まっすぐ歩いたら。この私も歩きますよ。揺れてます。若干揺れてます。ってことは見てみや。わざとやん。ちょっと待って、怖い。わざとじゃないっす。怖いって。そんな揺れてます。揺れてるって。ちょっとほんまにこけそうなの、これやめて。ちょっと危ないです。危ないって。わざとやん。ちょっとシンくん、なんすか。わざと揺らしたんといて。ないっすよ。なんかこけそうなんすよ。このステップ踏んどかんと。おかしい。それがステップ踏むから揺れて、それでそうなんねや。なくなりました。足場がなくなったんじゃない。足場もあんねん。足場あのフラフラする足場なくなりました。何を言うてんねや。はい。なんかまだ揺れてるもん。あの触れ乗った後みたいになってますよね、うん、なんか陸やのにまだ揺れてるみたいな。奥だいぶ暗い感じで、ね、心霊な感じになってます。めちゃくちゃ言うわ。つぶろこですからね、ここ。ほんまになんか揺れてる感じする。ね、うん、だいぶと、ね、道中歩いてきましたけど、めっちゃ揺れてる。なんかまだふわふわしますね、うん、気持ち悪。もしかしてここで終わり。終わりやな。ないっすね。ここで、はい、終わりっすか。ここを調べてほしかった。ああ、まだ揺れてます。ジンバルは揺れへんから。はい、ということで、はい、つぶろこ長時間検索ちゃう検証させていただきましたけれども、はい、はい、最後にこの橋をこう検証してほしいという新さんの熱い思いにより、はい、ね、検証させていただきました。続編ですからね。怖いとこですね、ここ。むっちゃ揺れる。揺れる心霊番組なんですよ。むっちゃ揺れるから怖いです。ナムナイス。はい、もうね、もうなんか前編後編なってるのがワンツーなんてのは知らないですけど、はい、終了させていただきます。終了。え、なんて言ってた、いつも。失礼させていただきます。揺れてますね。まだ揺れてますね、はい、揺れてます。揺れてるんで、もうこの辺り失礼させていただきます。はい、ありがとうございます。でも帰り一人ずつ帰ろう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、感想コメントもお待ちしております。